僕ね、ドラゴンボール1ミリも知らないんですけども、このゲーム課金するぐらいやってるんですよね。なんでそんだけやってるかっていうと、僕もわからへんわ。今回はですね、ドカバとやっていこうかなと思うんですけども、このゲーム僕も何十万か課金してるぐらい結構やってまして、めっちゃハマってるゲームなんですけども、ドラゴンボール知らんねん。で、このドカバトって結構原作に忠実やん。なんか映画のそういうシーンみたいなんあるやんか。1ミリも知らんねん。キャラの名前知ってるぐらいやのに課金している。なんでなんでしょうね。というかさ、理由いらんくない？ゲームに細かいことどうでもええねん。楽しかったらそれで、それがゲームや。というわけで今日はですね、僕のボックス晒していこうかなと思うんですけども、結構前々からね、コメントでドカバとやってくれっていう風に言われていましたんで、はい、皆さんのね、願いを聞き入れていこうかなと思うんですけども、まあ、ボックスこんな感じで LR 結構いますわ。はい、まあさすが課金しているだけのことはある。でも課金額言うて、まあ6桁ですね。7桁は絶対にいかへんねんけど、まあ6桁中盤ぐらい、中盤もいってへんかな、割と序盤ぐらいかなとは、思うんですけども、まだ育成不足なんのあるんですけど、まあこんな感じで、はい、ぜひね頑張っていこうかなと思うんですけども、まあそうですね、僕はこのドカバ島は、確かこいつが初登場したぐらいからやり始めたっけな。だからこの辺ですわ。この辺やんな、多分。これの一歩手前ぐらいがこの辺ちゃう？ちょっと僕時系列全くわからへんねんけど、当時こいつ最強じゃなかった？こいつ最近何？極限 Z 覚醒？覚醒が来てめちゃ強いなったんやけども、当時もこいつめちゃくそ強なかった？こいつをよく使って無双していた、覚えがありますね。懐かしいですね、これは。ほんでそっから結構間空いて、この第7宇宙代表が最強のこれ周年やったっけな。結構前やんな、7周年か6周年ぐらいじゃなかったっけな。これぐらいから本格的にやり始めて、この当時、ドラゴンボール原作すら見てません。漫画、僕漫画原作全巻読んだん去年なんで、だからこの当時は原作すら知らんねん。でこれドラゴンボールスーパーやったっけ、この知らんねん。第7宇宙代表のみじんも知らんねん。第7宇宙代表ってなんやねんっていう、そんな知識で課金してやってました。なんでなんでしょうね。楽しかったらそれでええやん。その言葉に尽きるよね。楽しかったらそれでええねん。課金して満足できたらそれでええねん。ゲームみたいなもんだね。原作愛なんか知らん。面白かったらそれで、それがゲームやっていうの胸を張って言わへんかったら気が持たないというわけでやっていくんですけども、ほんでこの辺、このベジータ、あいつベジータ、あとこの孫悟空、身勝手の極意全く知らん。僕一番好きなんゴッドやねん。このゴッドが一番大好きで、なんかゴッド強いやつ欲しいなとか思ってたんですけども、当時あんま強いゴッドが、まあ、個人的に存在しなかったんで、このゴッドも最近極限来て強くなったイメージが、ありますし、あと、対属性のゴッドもこれ結構最近ですし、だからまあゴッドをリーダーにしたかったんですけども、いいやつがいなかったんで、まああれなんですが、僕はゴッドが一番好きやねん。映画は一応全部じゃない、昔のやつは見てへんねんけど、最近のやつは見ました。神と神から以降上かな。このゴッドでなんか急激にドラゴンボール好きになって、このゴッド一番かっこよくない？ゴッドが一番かっこええねん。まあ、ゴッド以降のスーパーサイヤ人のシリーズ何があるか分からへんねんけど、だからの身勝手の極意、これ何これな、これ聞きたかったけど、身勝手の極意って何？この2つな、不名誉にも程がないかこれな。社会人でやっていく上でこの2つなはちょっと就職面接に響くで、こんな2つな。マルトラ君身勝手の極意、身勝手の極意
あなた身勝手なんですか、お帰りくださいって絶対言われんで。いくら最終面接まで残ったとはゆえ、敏腕のその辺の面接官に弾かれんで。これはこれ悟空どうしたんなあ。まあ脳筋の働かず、もう筋肉ばっかり鍛えている親父やからな、その辺で言うと身勝手の可能性もあるんですけども、これどういう経緯で生まれたんかな、身勝手わかりません。はい、それぐらいの知識で僕やっております。楽しかったらそれで、これを何回も打っていこう。というわけで、ボックス紹介してるんですけども、まずは体属性、こんな感じで LR はね、まあ結構持ってますね。まあ言うて課金額も6桁前半とはゆえ、このゲーム天井ないやんか。だからほんま沼ったらバグるよねこのゲーム。僕このご飯、このご飯と同時に登場したピッコロ、僕のピッコロを頑張って抜こうと思って何円か課金したんですけども出なかったんですよ。だからあの当時というか今現在も天井ないやんな。なんかたまに最近天井のやつあるくない？コイン200枚でもらえるやつ。でもこれはそのデータなかったんでね。このさ、このご飯毎回思うけどさ、もうこの演出だけで飯食えるよね。めっちゃかっこええねんけど、このご飯、このゲームさ、キャラデザめっちゃ良くない？これすげえねー。僕はものすごくこのスーパーヒーロー神と神以降は見てんねんけど、なんか最近のドラゴンボールブロリー以降だから、ブロリーとこのスーパーヒーロー作画めっちゃ良かったやんな。僕舐めてたわ。なんかドラゴンボールの作画あんまよろしくないイメージがあったからさ、ブロリー見てどぎもを抜かれましたわ。めちゃめちゃ面白かったからな。だからスーパー原作っていうんですか、漫画あるやんな。あれ僕全く知らんねんけど、それを読んだことによってこのビースターわかんのかな。ビースター劇場版のキャラなんかな。その辺も何が劇場版かもわからへんから課金してんねんけど、まあとりあえず、体属性こんな感じで、一応執念は、頑張って当てております。はい、まあこの辺のここは結構最初らへんやったんで課金せずに引けたんですけども、今年やったっけ、こいつは課金せえへんかったら無理やったな。ただ、かなり大満足ですわ。こいつめちゃめちゃ強いから。まあ、何が強くて何がいいのか、どういうパーティーがいいのかは分かってないねんけど、まあ、とりあえずなんかこの辺の最新のキャラクター詰め込んどいたらええんちゃうという状況で頑張っておりますわ。はい、後でパーティーも紹介する。僕は GT ヒーロー、僕スーパーサイヤ人はゴッドが一番好きで、シリーズは GT が一番好きなんですよ。僕はベジットよりゴジータ派なんで、このお二人さん、なんか早めに極限来てもう一度 GT ヒーローの時代が来てほしいなと思いますね。最近はスーパーヒーローになんか結構取られてるんで、ちょっとここらで GT ヒーローまた復活してほしいなと、個人的には思っておりますわ。はい、まあ体属性こんな感じで、はい、お次力結構結構おるな、割かし持っていますね。はい、個人的に一番の思い出あるのはやっぱりこいつですわ。はい、ベジータちゃん、僕は最近まで全キャラが原作やと思ってたんですよ。悟空ちゃんはドラゴンボールって違うんですね。劇場版限定とかもあるから、劇場版限定の劇場版キャラクターともワンサカおるから、ブロリーって原作違うんですね。あ、そうやったな。ブロリーとかジャネンバとかってさ、あとゴジータも原作違うねんな。このベジットまでが原作やねんな。ベジットと純粋ブー、僕それ知らんくてさ、びっくりしたわ。そうなんやと思って、僕はゴジータの方が圧倒的に好きなんで、なんか原作じゃないって聞いてちょっと残念ではあるんですけども、ただゴジータ好きは変わらないんでね。最近極限してなんか調子乗ってるんですけども、どうでもいいというわけで、ただ一番と言っていいぐらい思い入れがあるキャラクターですわ。はい、一番最初に初めて当てた LR なんで、こいつは。はい、
んーで、まああとはこのビーストですね。これバカかっけ。ちょっと必殺技もゲームオリジナルっていうんですか、映画にはなかった2人の魔漢口殺法のシーンとかもあったんで、めっちゃかっこよかったですねこれは。あら素晴らしい、素晴らしいですわこれは。はい、マジでかっけえ。ほんまに凝ってるやんなこの演説、バカ凝りまくってる本当に。うん、んーでもってあとはそうですね、力はまあ今年の周年とかもまあ GT ですわ。はい、GT が復活してくれて個人的に嬉しかったんですけども、はい、来年もお願いしたいなとは思うんですが、これ今年ちゃうか去年か、これもね、はい、良かったなと思いますわ。あとはそうですね、まあゴッドこいつおるんですけども、こいつあんまり使ってないわ。ほんで知らんし、この後ろの紫色のこいつ、これ何これで、なんか青色になるし、これもなんかよく分からへんから使ってませんわ。強いかどうかも分からへん。うん、あと未来編、なんかこれぐらいの時期の未来編のキャラクターめっちゃ強なったよな。技の UR のトランクスやったり、結構極限来て未来編が強くなったイメージがあるんですけども、なんか息継ぎ全然せえへんかったくない長続き全然せず、もうバッサリ切られたやんな。箸長いかなと思って渡ってたんですけども、急に箸途切れて戻ろうかなと思ったら後ろの崖も崩れてて絶望ですわ。今未来パーティー全然使ってへん。まあ使ったら強いのかもしれないんですけども、僕は最新のキャラクターばかり使ってるんで、ちょっとこの辺に関して申し訳ないな。うん、あとこいつもよう使ってたわ。 GT ヒーローで、マジで GT ヒーロー復活してほしいわ。本当にお願いします運営さん、来年は GT ヒーロー一色にしてほしいなと思いますよこれに関しては。はい、ほんで最近極限したこいつめっちゃ強だったやんな。うん、っていうような状況ですわ。はい、お次、力血、まあ、血属性もまあ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 薄いんですけども、内容は濃いんちゃうかな。なんつってもやっぱりこのベイちゃん、はい、スーパーサイヤ人ゴッド SS ベジータですわ。はい、素晴らしい状況で、僕も SS マルトラっていう風に裁判で名前変えようかなと思ってるぐらいこいつ大好きなんですけども、やっぱこいつもね思い色結構強いですね。まあツイートなってる悟空の方がめっちゃ使ってたイメージがあるんですけど、こいつ結構防御型やんな。僕防御型よりゴリゴリのアグロキャラクターの方が大好きなんで、悟空めっちゃ使ってたんですけども、こいつもやっぱり最近極限してめちゃめちゃ強なったよね。うん、お世話になってますよ本当に。はい、あとはまあこいつも極限きた、こいつ強いんかな、ちょっとまだ使ってへんから分からへんねんけど、まあ第7宇宙ついとるんで17号、これ第7宇宙ってなんなんマジで。まあ、ここ見たらフリーザおんねん、なんでフリーザがおんのここにゴールデンフリーザってあれやんな、あれやん、復活の F やったっけ、あれで重くそ敵対していたフリーザがなんでベジータの横にいんの。え、あそこってつながってたん、あの二人つながってたんか、そういうことか。だってさ、なんか17号がリーダー的に真ん中にいるやろ、 MUR っていう、何これ MUR、 え、ウマルちゃんやんなあ。え、UMR のパチモンの服着てんねんけど、こいつ。あ、ジャンプやから、あそこ、ウマルちゃんリスペクト。17号とウマルちゃん好きな、気が合いそうやな、僕と。ちょっとじっくり話したいな、ウマルちゃんについて。ウマルちゃん可愛いよね、17号。17号のキザな感じで、ウマルちゃん可愛いよねって言ってる17号大好きですわ。はい、これはぜひにお近づきになりたいんですけども。これ、ウマルちゃんが真ん中で、悟空とご飯親子がサイドにいるでしょ、でベジータと死んでるフリーザちゃんが横にいるっていうことは、あそこ親子やったんか。へえ、そうなんですね、それは知らんかったわ。ベジータが産んだんやな、フリーザって。悪の根源ですなあいつは。まあ、こいつ極限して強くなったんか知りませんけども、まあかなりこれから使っていこうかなと思いますわ。なんて言ったってやっぱり最近の地属性はこいつですわ。はい、こいつめっちゃ強いこいつめちゃめちゃ強いよね。やっぱリーダースキルがスーパーヒーローで、範囲広いのにもかかわらず条件なしの 200%。 今
一番強いリーダーちゃうこいつ。僕のボックスの中では、一番強いリーダーなんですけども、全キャラ合わせてもこいつトップクラスに強いんじゃない。まあ何が最強なんかっていうのも全く分からへんねんけど、範囲広いからなこいつ。こんな感じで GT ヒーロー 200% また登場してほしいわ。お願いしたい本当に。はい。んでまああとは、まあ極限来たこいつ、こいつもあんまり使ってへんな最近。波がね早すぎんねん、インフレのドカバト。すごい、なんかもう半年前のキャラクターもう使えへんみたいなことをザラに歩くない。この曲へも最近全然使ってへんな。いろんなキャラクターに枠取られまくって、また上の超極限やったっけな、新極限やったっけ、あればいつになるか知りませんけども、待ちますわそれを。はい。まあそんな感じですかね地属性は。はい。んーでもってお次技属性。技属性はあんまり使ってへんねんけど、まあ今回の、悟空ちゃん、この悟空ちゃんは今日の朝当たりましたわ。無事に課金せずに、なんか60連くらいで出ました。はい。朝前王やったっけ、なんかよくわからんやつ、青色の変な目ん玉まん丸いやつ、死んだ魚の目してるみたいなやつ、あいつね、あいつがなんか世界最強らしいね、このドラゴンボールにおいて最強キャラクターあいつって聞いたけど、ほんまなん、あんな顔のやつが、なんかなんか雰囲気やけどマヨネーズのパッケージに書いてありそうなキャラデザのあいつ、あいつが世界最強って聞いたんですけども、ほんまなんですか。にわかには信じがたいんですけども、全王あいつが来て確定でこいつ出ました。嬉しかったですわ。こいつめっちゃ強いらしいよね。で僕第7宇宙となんか宇宙サバイバル編、この宇宙サバ編もめっちゃ持ってるんで、これからまた使っていこうかなと思います。マジで意味わからん身勝手の極意兆しっていう、はい、マジでわからへん、身勝手がなんか兆しに入ってますわ。はい。これ何なんでしょうかね、いい子ちゃんになる、これ兆候っていうことなんですか、これは。身勝手の極意から何なんでしょうか、逆に責任感の塊みたいなのになる寸前なんかな、これは。楽しみですわ。はい、働いてくれ。あとはね、まあこいつ執念キャラクター、こいつもめっちゃ強い。今でもまだ使えるくない、 GT の方よりこっちの方が結構使ってんねんけど、変身後でも必殺技確定やからな。GT の方は変身したら必殺確定ちゃうやんな確か。こっちはまだ必殺確定、変身前も5も持ってるんで、個人的にこのゴッドは結構最近でもまだ使ってますね。うん。そんな前のキャラで、もうここまで来たらもう前やんな。キャラ的に言うと。ここまで前のキャラクターで使ってるキャラもまあ珍しいですね。僕のボックスの中では。皆さんはどうか知りませんけども。僕は結構愛用している。まあ虹になってるっていうのもまあでかいんですけども。はい。んーでもあとはまあ別にかな。あとまあこの辺、極系がね僕全然いなくて、このザマスも強いんでしょうけども、使えるキャラクターがいないんでね、まあキャラ欲しいところではあるんですけども。はい。お次ソクですね。ソクも全然少ないんですけども、まあ一番使ってるんは何やろうな、こいつかな。コンビネーション、こいつがなんか数ヶ月前まで最強のリーダーじゃなかった？こいつ、今回の執念来るまで、このコンビネーションリーダーをバカほど使っていたイメージがありますわ。急に使わなくなった。ほんまに。やっぱ執念イベントが来たら、環境一変するもんなんですね。どのゲームも。ほんま使わへんくなった、これ。最近使ったんいつやねんっていう、サブにすら組み込むことなくなった。悲しきキャラ。こいつってスーパーヒーローやった？あ、違う、劇場版なんか。まあ今スーパーヒーロー強いからな、まあ劇場版持ってるだけでまあいいんですけどもね。
まあ今あれやからな、こいつもまあそのうち極限来るんですかね。まだ極限来るには早いんかな、知らんけども。はい、そんでもってあとこいつ、僕今ボックスの中で一番使いたいこいつやねん。なんて読むんこいつ、マイナスなんかエネルギーパワーみたいなやつこいつね、名前も知らんこいつ、 GT やからっていうだけなんですけども、こいつをねほんま使いたいねんけど、リーダーにするにもサブにするにもキャラがいなさすぎてね、ほんま。ほんでいざこいつのパーティーを完成さしたとて今の環境では弱いと思うんでね、悲しいんですけどもね。めっちゃかっこよくない？こいつ、こいつバカかっこええねんな、ほんま。効果もどうかわからへんねんけど、今一番使いたいキャラですわ。はい、 HP に全振りされてるっていうこのステータスの尖り方も面白い。まあなんか頑張ってほしいですわこれから。はい、っていうような内容でございましたかね、LR に関しては。まああとはまあ UR はまあ別にっていう、もう LRLR なんで、もう UR は全然使ってませんわ。極限来たらまあ一応やってんねんけど、来たとって全然使ってへんな。まあこいつ、まあこいつはまあゴッドやから使っている。かつまあアタックディフェンスが無限上昇しますんで、はい、それで結構愛用しているっていう感じ。あと、力に関しては、力もまあ別にかな。結構育成できてへんキャラクターワンサかおんねんけど、まあ今ギリ使ってんのがこいつかな、全属性ガードのピッコロ。こいつはまあどんなところにも採用できるような、結構 UR の中では一番と言っていいぐらい使ってるキャラちゃうかなと思いますねこいつは。ほんでもって、あとは地属性もまあ全然使ってへんな。まあ調べたら強いキャラクターいるんでしょうけども、どんなキャラ強いんかわからないんで、はい、まあ一応ね、ドッカンフェス限定みたいなやつは育成してんねんけど、まあ誰が強いかわからないという状況が正味な意見でございますわ。はい、技属性も全くと言っていいぐらい使ってへんかな。まあ使い方わからへんっていうのがほとんどですわ。はい、まあ即属性も同じ意見っていうような状況でございますかね。あ、最近こいつ会ってたわ。まあ使い方全くわからへんねんけど、僕魔人ブー系列全員好きなんで、ちょっと魔人ブーちゃんをこいつでなんかパーティー作ってみたいなと思って、今日の朝、覚醒できました。はい、強いんかどうかは知りません。誰かも知らん。人造人間21号通常らしいです。はい、ほんで変身前っていう、これ悪もいるんかな、わからへんけども。はい、っていうようなボックスでございました。はい、パーティーはね一応、なんかダイナ宇宙とかでやったこのパーティー、あと1枠がちょっと埋まらなかったんでこいつ代用しているという状況。このパーティーどうなんかな、わからへんねんけど、絶対強くないこれ。もう全員極限やん。他ガンバンとか最新のキャラ以外全員極限なんで、しかも最新のこのパーティーはかなり可能性あると思ってるんですけども、どうなんですかね。ほんで今一番使ってるパーティーこれかな、スーパーヒーローの、このガンマリーダーですわ。はい、まあ単純にこの辺が結構思い入れあるから入れてるだけではあるんですけども、まあこの3人いたらもう何でもええやんこういうパーティーって。はい、っていうような内容でございましたかね。はい、まあクエスト攻略とかも今後なんかやりたいねんけどね、下手が目立つんで。はい、なんかまた気が向いたら動画撮りますわ。